ナガ軍隊の特殊部隊と聞いて思い浮かびやすい有名どころとしては、米陸軍のデルタフォースやグリーンベレー、米海軍のネイビーシールズ、ロシア連邦軍のスペツナズ、などなんじゃないかな。特殊部隊って響きがかっこいいよね。映画やドラマなんかでもよく題材にされているし。実際特殊部隊は、通常の地上部隊のように集団での火力投射による敵部隊への広範な攻撃、地域の占領を基とした部隊ではなく、少人数で特定の効果値目標に対する精密対処など捕獲殺害などを任務とする部隊だから、スタイリッシュなイメージは確かに当てはまるぜ。そうだね。そのため、通常の部隊のように集団による数の力多人数重武装を活かした戦闘は行わず、少人数で高度に訓練された個々の兵士の能力少人数軽武装によって精密で高難易度な作戦を遂行するからね。このような作戦遂行の性質上、映画でも頻繁に登場して活躍するシーンがよく書かれるってわけなんだね。だからこそ、みんな特殊部隊に対してある種の憧れがあるんだろうね。海外の軍隊はこんなすごいことをしているんだと思っている方も多いと思うけど、日本の自衛隊にも特殊部隊は存在するんだ。今回はそんな陸上自衛隊特殊作戦群の正体について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。陸上自衛隊に2004年3月29日に創設された特殊作戦群 JGSDF スペシャルフォースグループ SF グプは、先にも名前の出た米陸軍の対テロ特殊部隊デルタフォースや、同陸軍のグリーンベレーとも呼ばれている US アーミースペシャルフォースズエアボーンに範を取っているよ。陸上自衛隊の特殊作戦群は、防衛大臣直轄の陸上総隊に所属しており、そして、その編成や所属人員については、安全保障上の理由に非公開とされており、所属している隊員は、家族にさえ特殊作戦群に所属していることを明かすことが許されず、公開の場に姿を現す際は目出し帽をかぶって顔を隠すなど、厳しい守秘義務と秘匿を受けているみたい。特殊作戦群が書かれる作品としては、漫画家川口海二氏の作品空母いぶきに登場しており、ここでは、中国軍に占拠された与那国島の奪還作戦を行うために第一空挺団が空挺降下する際、特殊作戦群は空挺団に先行して夜間、自由降下によって密かに与那国島に侵入し、第一空挺団の降下地点の確保や誘導を行う役回りをしていたね。あくまでも漫画の中での活躍ではあるけど、特殊作戦群はデルタフォースやグリーンベレーに範を取っていることからも、その任務は米陸軍特殊部隊と非常に似通っており、対ゲリラ掃討戦、敵勢力圏内での偵察接攻、後続部隊を敵勢力圏内へ誘引するための誘導支援、敵降下地目標への精密誘導攻撃の支援や、敵勢力圏内での後方撹乱及ぶ破壊工作を任務としているとされているよ。2002年に公開された宣戦布告と呼ばれる映画作品では、特殊潜水艇にて日本に侵入した共産圏防国軍の特殊部隊に対処する日本側の動きが書かれているんだけど、映画が公開された当時、陸上自衛隊にはまだ特殊作戦群は存在していなかったため、警察の特殊部隊や陸上自衛隊の普通科部隊が対処に当たっていたみたい。しかしながら、少数の特殊部隊相手に警察の特殊部隊では火力と能力に圧倒的差があり対処し得ず、陸上自衛隊の普通科部隊も少数の特殊部隊の待ち伏せ攻撃や撹乱に対応が追いつかず、多大な犠牲を払う姿が映されていたんだよね。最終的には敵特殊部隊は、対戦車ヘリコプターの攻撃で殲滅されることになったよね。これも映画内での話ではあるんだけど、対特殊部隊や対ゲリラ対テロリストなどの高度な訓練を受けた少人数の戦闘集団に対しては、同じく高度な訓練を受けた部隊人員でしか効果的な対応をすることができないことがよく書かれている作品となっているんだ。この特殊作戦群の本部は、千葉県に所在する習志野駐屯地内に置かれているよ。この習志野駐屯地は、特殊作戦群が編成される前までは、日本最精鋭と謳われていた第一空挺団の拠点ともなっている場所だね。そして、特殊作戦群の人員には第一空挺団の所属経験のある隊員も多いと言われているけど、人員が約300名となっている以外、その詳細は不明となっているよ。訓練内容についても防衛秘密とされており、外からは伺い知れないよう、厚いベールに包まれているってわけ。この特殊作戦群だけど、有事の際には、特殊作戦群と同様に陸上総隊令下である、第一空挺団や長崎県相浦駐屯地に所在する水陸機動団、木更津の第一ヘリコプター団第102飛行隊、宇都宮にある中央即応連隊などと密接に連携して活動するものと思われるんだ。そして、特殊作戦群はその任務の性質上、
他の一般部隊と比較して、個人装備については多種多様なものが用意されており、迷彩服についても一般的な通常支給の迷彩服だけではなく、濃紺の迷彩服が支給され、戦闘服においては、一般用と航空用、空挺用、機甲用、市街地用と多様な種類が支給されているみたい。武装については、標準装備の銃としては、米陸軍や海兵隊でも使用されている M4H や、取り回しのしやすさと小型軽量を追求するために単銃未化したアサルトカービン、特殊小銃 B として、ドイツのヘッケラー&コッホ社製の 5.56mm な投弾を使用する、アサルトライフルを使用していることが確認されているね。その他、ヘッケラー&コッホ社製のサブマシンガンである MP5 や同社の自動小銃である M27AR、米国のシグザウェルゾーン社製のサブマシンガン SIGMPX なども調達装備しており、様々な任務に応じて使い分けており、隊員はどのような銃であっても十分に使いこなす技量を有していると言われているんだって。よく聞く銃たちの名前だね。隊員たちは銃の扱いに関してもエキスパートってことなんだ。また、従来より陸上自衛隊において使用されている89式小銃や、最新型の20式小銃などの自衛隊正式装備品も当然保有しており、最新の20式小銃については、特殊作戦群や水陸機動団などへ優先的に配備が進められているようだぜ。この他、対人狙撃銃としてレミントンアームズ社製の M24A2 や、近年登場した個人防御火器と呼ばれるジャンル PDW イコールパーソナルディフェンスウェポンの、ヘッケラーコッホ社製 MP7 なども装備されている模様で、自衛隊の正式化装備以外にも柔軟に武器及び装備品を取り入れている様が伺えるんだ。この自衛隊再生鋭である特殊作戦群の人員の選抜については、発足された当初は、母体となった第一空挺団の人員から、その多くが選抜されていたようだけど、現在では全国各地から全ての隊員を対象に職種の区別なく選抜が行われているみたい。その選抜試験の内容や必要資格については当然全く公開されていないけど、防衛省訓令において特殊作戦隊員の要件については公表されているよ。そこでは、空挺基本降下過程、もしくは空挺基本降下過程と特殊作戦過程の両方の履修が必須とされており、レンジャー資格の有無については特に明記されていないんだ。そして、これらの必須資格は、選考試験合格後に取得も可能であるため、資格や要件よりも隊員個人の資質を最も重要視しているとされているね。特殊作戦群の隊員になるには、選考試験矢印特殊作戦過程矢印特殊作戦隊員誕生というプロセスを通っていくんだけど、実際に特殊作戦群の隊員になれるのは、特殊作戦過程の訓練参加者の1割から3割程度であるとされており、訓練の過酷さで有名なレンジャー教育過程をしのぐ厳しさであると言われているみたい。この特殊作戦過程では、約1年間訓練を通して選考を受けることになるんだけど、空挺機章を持っていない隊員については、まずは基本降下過程からスタートするよ。基本降下過程を修了している隊員は特殊作戦過程として、陸海空各自衛隊の各種教育を受講することが必須要件とされており、海上自衛隊のスクーバー過程不発弾処理などを行う水中処分員、陸上自衛隊の自由降下過程、冬季遊撃レンジャー過程などを受けていくことになるみたい。様々な過酷な訓練を多数受けることが必要となるため、特殊作戦群の隊員が一人前になるまでには、相当な年数を必要としており、これを全てクリアした隊員は、まさに自衛隊員の最高峰再生鋭隊員であることは疑いようのないものとなるぜ。これらの訓練を終了して正式に特殊作戦群の隊員となってからも過酷な訓練は続くよ。訓練内容としては、一般部隊でやれば確実に責任者が処分されるレベルのものが多数存在し、例えば、射撃訓練時には標的の真横に隊員を立たせ、それを10メートル以上離れた場所から走りながら拳銃で射撃するというものもあるみたい。これを一般部隊でやれば、新聞の一面を飾ることができるだろうが、特殊作戦群の隊員はそのような過酷な訓練を普通に受け続けており、それが、特殊作戦群隊員としての高いプライドと任務遂行達成への強い意識につながっているとされているぜ。隊員の中には、自費で休暇中に海外の民間軍事会社などが主催する研修に参加する方もいるそうだな。このように日本最強と称されても間違いないほどの実力を有する特殊作戦群は、非常に危険な敵対勢力圏内での活動や要人の暗殺なども可能とするよう訓練が行われているとされ、その活動は、現代の忍者と呼ぶにふさわしいものとなっているね。本当に忍者だよね。ミステリアスで、陰で日本を支えるなんて、とってもかっこいい。特殊作戦群の隊員は、
特殊作戦気象と呼ばれる気象を自衛隊の施設内で、軍長の許可がある場合にのみ着用を許されているんだけど、この特殊作戦気象は、日の丸と正義や軍事力を意味する剣、獲物を吸収する姿を模したたか、陸上自衛隊気象の桜星と神木である榊をデザインに取り入れているよ。この気象を着用する特殊作戦軍隊員は、一気当選の日本最強の矛であり盾でもあるってわけだ。世界情勢が緊迫の度合いを高めている中、彼らが日本に存在することを心強いと思わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。